チャオ、あっちゃんです。今日は4月の30日のあっちゃんのあっちゃんちのお昼ご飯、子供ちゃんのリクエストでね、オムライスが食べたいってね。昨日あまりにもシャトーブリアンが美味しくて、ご飯3合全部食べちゃって、ご飯ないねんね。だから炊かれへん、まだ炊いてないし、じゃあそうめんにしよう言うて、そうめんとおそめん、オムライスと違う言うから、まあ適当になんか作ったらまあとりー言うて、はい、とりあえずそうめんにします。はい、ということです。はい、では、茹でていきたいと思います。半田の岡部の麺を茹でたいと思います。ちょっとね、そうめんよりちょっと太いね。これは何なのかな、手延べ麺だったんだけどね。では茹でたいと思います。パラ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 、ここに入れます。残っとった。入れたいね。卵をね、焼きましょう。そうめんと冷麦の間ぐらいかな。ちょっと細くてね、つるっとして美味しい。すごいしょっぱい。いい感じ、いい感じ、美味しそう。こういうの良さげやからね。
うん、ベースに取ります。はい、完成です。で、いいよね、薬味に入れるの中入れろって言ったらね、子供多分入れへんからね、食べんねんけどね。だから、うん、ここへ振りかけときます、隠しときます。これあっちゃん家で再生したネギです。の上にオムそば。オムなんだ。オムそうめん。はい、できました。子供のリクエスト、オムそうめんです。では、食べたいと思います。はい、では、食べたいと思います。いただきます。どう？味。おいしい？おいしいらしい。とりあえずね。そうめん。うん、そうめんもちもちで美味しい。半田のそうめんですね。卵、うん、卵普通や。普通ちゃう？いつもとちゃう？そう、違う。やっぱな、油は違うな。油じゃん、ちょっと、うん、違う油やろな。うん、うん、もちもちで美味しい。そうめんを水に浸したら分かるわ、うん、油が違う。油が出んの？うん、うん、おいしい。ね、あれ壊れた無洗卵のおやき、だから買いに行かない。ネットつながらない。ルーター。うん。あ、でも残ったかな。小窓に接続の設定のやつ。確かにいるはずやね。さらに変えたら。うん、おいしい、おいしい。そうめんツルツルで箸取りにくいな。夏はそうめんがいいね、やっぱり。でも暑くてね、半袖。卵ね、気にした卵にせずに、オムそうめん、べって思して終わり。好きに切って食べてねって。はい、ということでお腹いっぱいになったし、上司に行って、無洗卵のおやき見に行っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。